大浦天主堂カトリック、浦上教会、慶長天主堂後関彦の項目では日本におけるカトリック教会について外説する。キリスト教は日本2549年、イエズス会宣教師のフランシスコ・ザビエルによって初めて伝えられ、キリシタンやキリシタン大名が増加した。その後、江戸時代には近況となり弾圧されたが、一部のものは隠れキリシタンとして、 密かに信仰を受け継ぎ、幕末の1865年に長崎の大浦天主堂でのカトリック神徒発見と1873年の明治政府による禁教令撤廃で再び宣教が行われるようになった。毎年夏に前年12月現在の集計が取りまとめられてカトリック中央協議会から発表されるが2019年12月現在の集計では 日本のカトリック教会の信者数は43万7607人。日本の人口比では約0.343%と社会的少数者であるが、この内長崎県においては隠れキリシタンの子孫が多くいた歴史的経緯もあり、人口の4.368%と突出して多い。その中でも佐世保市の黒島や五島列島の島民における信者の割合が高い。また、 信者数の絶対数は減少傾向にあるが、それ以上に日本の人口減少が大きいため、結果として人口比ではほとんど変わらない傾向にある。また、日本国内には961のカトリック教会、746の修道院があり、これらが41の医療施設、639の社会福祉施設、833の教育施設を運営する。文化庁、 宗教年間平成29年版によると、日本のカトリック教会の信者数は44万1107人で、日本において、キリスト教主流派及び、キリスト教系新宗教すべてを含む、キリスト教系教団の中では、最大勢力とみられるが、日本の宗教教団全体では、アマテラスコ大神宮教、成長の家、遠農教など、日本発祥の新宗教を下回る強制に止まる。 教区を表した地図日本には16の教区が置かれ、それぞれ司教が教区長を務める。このうち東京、大阪、長崎の3カ所は大司教が教区長を務める広塚さ教区となっており、同時に複数の教区を統括する教会管区となっている。また、カトリック教会では宗教法人法上の宗教法人格を持つのは各種教区となっており、個々の教会は 法人格を持たない。司教座の置かれる教会は、司教座制度と呼ばれ、その所在する都市名が教区名となる。各教区長を務める大司教や司教並びに、教区長を補佐する共同司教や補佐司教は、カトリック信教会法に基づいて組織された日本カトリック司教協議会に所属し、日本国内での横の連携を図っている。 各教区とそれぞれの主教座制度を、主教、管轄都道府県、小教区数及び、新都数は次の通り。別途注釈ないものは、カトリック中央協議会の記載に基づく。明治以前、大正、昭和昭和以降日本国内には891の、修道会、修道院があるが、その中の一部を示す。など多数など多数、ハット AB、カトリック教会原生。 カトリック中央協議会。2020年10月11日閲覧。ABC、カトリック教会原生。カトリック中央協議会。2020年10月11日閲覧。なお、聖職者、修道者、新学生を除く、新都数は43万千0 7 0人。佐世保観光コンベンション協会、公益財団法人。佐世保、おじか。 海風の国会貢献。佐世保、おじか、海風の国会貢献。2020年9月2日閲覧。五島市協会巡りハンドブック。五島市世界遺産登録推進協議会。2020年9月2日閲覧。産業、社会、文化。新上五島町ナビ。2020年9月2日閲覧。教区管理者を任じられている名誉司教も含む。 カトリック新教会法第447条第459条に定められたカトリック教会の常設組織として、日本におけるカトリック教会の全国的な共通の関心事について協議し、時代に適合した活動を促進することを目的として設置された組織。日本のすべての教区司教、共同司教、補佐司教、及びローマ使徒座または、司教協議会より託された、 特別の任務を持つ名義司教で構成される。カトリック中央協議会は、この運営、活動のためのより良い方針を図ることを目的とした、いわば実動部隊である。日本カトリック司教協議会 ABC、カトリック中央協議会、カトリック中央協議会、2019年4月28日閲覧。一説に6月3日カトリック教会では、古代より、 司教座制度のある都市名をもって教区名とする習慣があり、以前の浦和教区は浦和市の近隣都市との合併による政令指定都市昇格、埼玉市への名称変更に伴って2003年3月31日付で埼玉教区に名称が変更された。カトリック生活2020年9月号の本人インタビュー、アグネス・チャンさん、マザー、 テレサの本を出版この人に聞く私たちは愛に生まれ愛に育つ子供たちに伝えたいことはアグネスチャンさんクリスチャントゥデイ、チャリティーコンサート上知大学ザビエル誕生500年記念行事機械切手の個性派加藤一二三氏はなぜキリスト教を選んだのかベスト T メコラム上知大学小林洋太郎氏に名誉博士号時代になう 人間力を2009年7月11日、最優定乱竹、公式ホームページ、下柳剛の下ネタ発見メジャーにもいない、ローマ法王に頭を撫でてもらったプロ野球選手、会場料の歴史会場料診療所、ハ田ダフト先生が始められた赤ちゃんポストが、テレビドラマに、ハブリエさん、メディアやネットでの誹謗中傷を告白。 社会から人を抹殺する威力がある2017年1月29日、ハフィントンポスト連れが、鬱になりまして私の勧める、この一冊、マルガリータ、沖縄の声、4月6日、海事鹿のや航空基地のおた山に墜落、新選組、近藤勇149回帰、桜 H28-4-9 から YouTube、日本文化チャンネル桜沖縄支局、沖縄の声から、 YouTube 2016年4月12日閲覧動画23分24秒から26秒の自身の発言より出会い俳優森田淳平ありがとうございます。